はい、今日もね、姑息なメディアとそれに踊らされてしまう SNS インフルエンサーの悲しい差がについてちょっとお話していきますね。まあこの丸山穂高議員なんですけども、この人をね落とし入れようと思ってすごくね皆さんこう一生懸命やってるんですけども、これね、この丸山穂高さんの頭脳とそれから精神力には多分ね束になってもかなわないと思いますよ。特に今回突っ込むところがないんで無理やり作ってるんですよ。で、こうね、殿下殿下と突然割り込むウェイとか書いてますけども、これね、このタイトルっていうのはすごく恣意的でちょっと読んでいきますよ。ポイントは3つあります。もうこの記事を全面的に信頼して私はいろいろとコメントしていきますけども、泥酔して皇族に不適切な振る舞いをしたと指摘されるとありますけども、これはね、人の振る舞いはいろんな評価がありますけども、これ宮内庁が、丸山穂高議員ちょっと何とかしてくださいっていうふうに、本人がね、当事者が言ってるならまだしも、脇で見てた人が、なんか、あいつ落とし入れてやろうぜ、ぐらいのもんですよ。泥酔ってのも、これも主観によるわけですよね。医師の診断を受けて泥酔状態、酩酊状態っていうふうに、その診断書でも出てるんだ別ですけども、旗から見ていて泥酔とか言うのは、これ自由に言えますからね。次、出席者。丸山議員が、殿下殿下と言いながら突然割り込んできたと。うん、だからこれもね、突然割り込んできた、突然っていうのは誰が突然なんですかって話じゃないですか。で、割り込んできたも別に割り込むか行列割り込むっていう表現もね、なんか曖昧なもんですよ。じゃあ殿下の前にね行列ができていて、順番に一人一人お答えしたのか、それともね円を描くようにもう本当にね、普通の飲み会のように順不動でやってるのかってことを考えると、多分後者でしょうね。で、そこに割り込んできたって表現は当たらないわけですよ。それをだから悪い印象を与えるために割り込んできたってこういうふうに書くんですよね。うん、で、丸山議員は問題がある行動は全くしていないと事実鑑定を否定。これはだから正しいですよ、これは。だって問題があったらその場で指摘されるか、警備員呼ばれるか、即罰則ですよ。なんでね、こんな今更掘り返してきたように、蒸し返したようにね、この話を持ってきて、しかもそれに乗っかるように、丸山穂高ちょっと攻めとこうかみたいなのがね、もういつものようにやってきて、でしかもそこによく分かってないインフルエンサーとかなんか SNS で記事ね適当に書く人が、このタイトルでまさにね、もうなんだろうな、もう しょうもないですねだからよく考えてみると、このウェイって感じだったって、別に丸山穂高さんがね自分でウェイって言ったのは別ですよ。感じだったって、これ感じ、いろんな感じがありますよ。紳士的に感じましたっていう人の記事はここに載せずに、悪い印象だけね、なんですか、印象付けようと思ってる人の、ウェーイって感じだったみたいなのを出していますけども、これでね、なんか妙なところを想像する、その想像力の貧困さ、そのレベルで記事を見る人の、もうしょうもなさっていうんですかね、まさにね、丸山穂高議員言ってるように、こんなことをね、どうこう言ってる場合じゃないと、もっと根本的なところで、問題が起きてるでしょってこと、そっちをねこのぐらいの記事にすればいいんですよ。もちろんこれは私が勝手に感じることですよ。で、丸山穂高議員はもうすごい頭脳明晰で精神力タフだというふうに私は個人的に感じてるんで、かなり主観入ってますからね。で、天皇陛下の即位を祝う祝宴の儀ですけども、この時泥酔して皇族に不適切な振る舞いをしたと指摘される人物がいるって書いてるでしょ。で、泥酔して皇族に不適切な振る舞いをしたと指摘されるって、指摘したのは誰ですかってことなんですよ。指摘した人が誰かわからないのに、こういうふうな妙な記事を書いてね、しかもそれを真に受けるわけじゃないですか。とりあえずこの丸山穂高議員の名前は明確になってるけども、その人に指を指して石を投げてる人は誰かわかんないわけですよ。で、こういうふうにね、2チャンネルの書き込みと同じなんですよ。攻める方は匿名、攻められる方は実名と。で、そこに乗っかって、いじめの理論で、あいつをやっつけろ、みたいな人がね、出てくるわけですよね。それが、この記事を、まあ、この記事はまあね、どっちかと断定してるわけじゃないんであれですけども、この記事に対して、丸山が悪い、やめさせろ、みたいな発想になる人ってのは、まあ、まさにね、いじめっ子を見て見ぬふりするクラスメイトみたいな感じですよね。まあ、日本で教育受けたんだったら、そういう人が大多数出てもしょうがないと思いますんで、まあ、教育の結果、まともな人間育ったというふうにね、ここでは評価しておきましょうか。で、出席者。順番に挨拶したら、でもこれね、ウェイって感じだったんですからね。ウェイって感じだったって繰り返し書いてて、これはね、さらに印象付けようと思ってるわけなんですよ。うん、ウェイって感じだったって皆さん。どっかのね、大学生の合コンじゃないんですからね。で、丸山穂高さんが自分の口でウェイって言ったんだったら別ですけども、ウェイって感じだったっていうのは何なんですかね。
ね、こういうよく考えてみたら、おかしな記事とかおかしな発信だとか思いますよ。まあ、唯一丸山穂高さん、ね、がだけがまともなことを言ってて、他の人がね、もう無誘病者みたいなことになってるわけですよ。ね、無誘病者っていう私の表現もまたね、突っ込まれどころが満載ですけどね。で、眞子さまにプライベートなことで質問し、自慢するように語っていたってありますよね。自慢するようにでしょ。この話を聞いた人が自慢するようにという主観で言ってるわけであって、この丸山穂高さんが私は自慢をしてますっていうふうに公言してるわけじゃないんですよ。だから受け取り方はね、いろいろあるわけですよ。肝心なのは、眞子さま本人が不快を感じたかどうか、その一点につきますよね。で、それがなければ、問題がある行動は全くしていないっていうことになるわけですよ。だからこの一文が正しいと思いますよね。で、眞子さまが不愉快を感じて、もうね、丸山ほどかさん嫌いとか言ってる声明が出てるんだったら別ですよ。でもそういう否定的な考えはなくって、その場がなんとなく過ぎていって、宮内庁も何も言ってないと問題なしっていうふうになって、それからね、日時が経って こういうふうになってるわけですよ。だからね、すごいね、このタフですよね、丸山ほどかさんはね。で、普通ね、議員の方、こんなことをね、言われたら、自分が全くそんな気がなくても、事実無根でも、もうすぐにね、辞任とか言い出すわけですよ。でもね、この N 国党の精神には、丸山穂高さんの精神には、もう辞任を迫ってもね、そんなね、従来の政治家みたいな行動しませんからね、責任の持てる行動をして、そして正直にいつも堂々としてらっしゃる。まあ、この世の中は正直な方が異端ですから、まあ、異端に移るんでしょうけどもね。多くの方は、嘘で嘘を塗り固めて、それを正義と言い張るわけですよ。で、なんかどっかの国みたいですよね。嘘ばっかり言ってね。どうしたんでしょうかね。毒されたんですかね。どっかの嘘ばっかり言う国とか、約束を破りまくる国とかに、毒されてるんじゃないですかね。で、正直に言った人だけが、こうやっていつまでも吊るし上げを食っちゃうんですよね。私もね、やっぱり正直に生きたいと思う人間の一人です。丸山穂高議員、それから N 国党、まさにね、この政党の特徴っていうのは、どこまでも正直にやってるってことです。で、どこまでも嘘に屈しないってことです。多くの方はその逆です。正直な考えはあるんだけども、嘘に屈して自分も嘘に加担するわけですよ。周りを見たらみんな嘘つきなんで、相対的に見て嘘が嘘と扱われないんですよね。どちらかというと、本当のことを言う方が異端視されて、お前も大人になれよと嘘を勧められるわけですよね。本日は以上です。